予想をしていただくんですが、その前にソーシャルディスタンスエリカチャンス。何これエリカちゃんかかってんの？エリカちゃん、エリカちゃん、エリカちゃん、恥ずかしいなこれまず最初のエリカちゃんはこちらです。ソーシャルディスタンス、ソーシャルダイススタッキングディスタンス。イケメンに勝つにはここしかないですから。いやそうなの、ほんとここしか上回るとこないんだからだからこそこれ順番どうなるんですか？ウイチさんからいきましょう。僕からやるの？はい。緊張すんの。うわかっこいい。おお、え、詰めるかな。え、もうやってる人じゃないですか。ああ、え、これは3つ、3つです。いや3つもすごいですよね。いやもう僕ここだけだったんです今日見せ場船券渡らないのがもう大体分かってますんで。いいですか？はい、どうぞお願いします。いきます。はい。おおおおおなんかコロンって転がった音しました。すごいせーの。いや、松田さんは1個重なったら2000円獲得でございます。はい、ありがとうございます。はい、では続いて平田さんに行きましょう。行きますね。はい、これ見るのとやるのと全然違いますね。左利き。うわ、どうでしょう。うわ、固まっちゃった。なんてことだよ。今積み直してるんでしょ。いいところ、いいところ。直しなさいよ最終的に分かったのは、はい、何をやっても、うん、結局イケメンが持ってくんだなって、ね、僕もうこれです。さっき8億円すった買い目ですね13、これイコールっていうのはあの折り返しという意味なので、うん、13と31を3着全通りで1000円、つまりこれで8点の8000円になりますけども、行ってみようかなと思ってます。平田さんからお願いします。はい、はい、これであの、そのウイチさんのに乗るか乗らない問題悩んだんですけど、はいはいはい、乗りませんでした。いやもう正解だと思いますよでは続いて松田さんお願いします。はい、僕はこうなりました、うん、ちょっと最初なんで手堅くいきたいなと思いまして。いいと思いますよ、うんうん、ボックスはね当たりやすいですからね。でこれのゼロの線が今白で一緒に動いてるやつです。あれより前に出るとフライングです。うわー、うわー、始まった。うわこの間に逃げる3号艇平本、外2号艇浜野屋。おお、これは3号艇強い。おい、あ、1、3、あ、見つかった。あ、1、3、6、あ、6にはなんないか、2か、2かな。2だったら平田さん当たりますよ。やば、俺と一緒に当たっちゃう。お、え、どうだ。おー、1、3、2、1、3、2、1、3、2、1、3、2。平田さん、え、あれ松田さんもそうだ、ボックスですもん。あ、当たりだ。そうですね、そうですね全員的中。そして平田くん、平田さん、あれなんかの CM みたいになってますけどね。平田さんが、平田くん、平田さん、平田くん、あー、よかった、よかった、おめでとう、当たった戻ってきてくれました。めっちゃ面白かった今僕今時空を行き来してます僕今時空を行き来してます11レースなんですが、その前にソーシャルディスタンスエリカちゃん。毎回やります。来ましたね。船券の資金が上乗せできるチャンスミッションということで、略してエリカちゃんです。ここのミッションはソーシャル剣玉ディスタンスです。どういうことなのかな、ソーシャル。いきます。はい、ドララ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 ラ、チッ、あー、なんとも言えない表情されてました。悔しいな。じゃん、おー、すごい、かっこいい、
ありました。いやー、おめでとうございます。5000円追加、すごい。そこいくら？2000？ 3000 円。わー、すごい。松田さん、読みとしては、お、僕ね、今回このレースに関してはもう年齢が一番若い磯部さんにかけようと思ってます。ちょっとその僕もなんかその何ですか、あの勝ってほしいっていう気持ちをより高めるためにちょっとそれ松田さんぜひ乗りたいなと思います。おい、乗っかる？お、乗っかる。そうなるとそうなると一着に磯部さんを置くのを入れていくって感じですか？そうです。僕はもう一着磯部さんで何組か買ってます。はい、できました。はい、じゃあ松田さんから見せていただきましょう。お願いします。はい、じゃじゃん、こんな感じです。おお、ちょっとけん玉買ったんで強気になってます。いいですよ。先輩のアドバイスも踏まえて、踏まえてどうでしょうか。はい、種類的には少ないんですけど4点ですね、はい、あと松田さんがさっき予想してたところを追加で買わせていただきました。あー、なるほどね。先輩もちゃんと立てつつ、はい、いや素晴らしい後輩ですね。いや相当できる子ですね。できる後輩ですね。ブンバルカあるいは他の選手の台頭あるのかという第11レース。あ、2がちょっと遅れてますよ、いい選手。おー、あ、本当だ。3が、あ、そうかそうか。あ、うわー、あ、4、うわ、めちゃくちゃ、うわ、何これ、456めちゃくちゃなりましたね。何これ、いやー、いったわ。はい、その上をいった湯川選手ね。この音変えたな。こういう音流れるんですね。外れるとね。やっぱり、やっぱ峰さんのその強さを考えると、峰さん、僕個人的には峰さんベースでいくつか通り変えたいなっていう。では平田さんから見せていただきましょう、はい、お願いします。え、そっか、ここと重なる。じゃあ、でいきます。じゃじゃん、じゃん、峰さんをちょっとやっぱ押しつつ、はいはいはい、あとはそのちょっと井口さんを一着で、うん、これをちょっと4口買わせていただいて、はい、ぴったり。素晴らしいですよ。俺だって今出すの恥ずかしくなってきてんだけど、132が来た場合俺の方が戻ってくるお金少ないんだよね。あれほら平田君のあれ見てください。そう、13に7000円いっちゃってるから。俺これ当たってもなんかしょっぱい感じになるじゃん。あのまま出していては 平田さんに遠く及ばないね。顔で負けて最終金額でも負けてたらもう俺の存在価値なくなっちゃうんで。いやいやいや、やるなら派手にぶちかまそうぜということで、21の34各5000円、これで1万円ですね、うんうんうん、そして312と321、これを4700円ずつで、締めて1万9400円と。はい、松田さんはどうでしょう、できましたか？はい、僕はもう書いたり消したりを繰り返したんでちょっと汚れてますけど、はい、あ、でもすごい綺麗に、ありがとうございます。12流しを2000円、そして135のボックスを1000円、うん、563、653の折り返しを1000円、はい、そして561、516の折り返しを1100円ということになってますね。これでぴったり使い切りました。8000円の6000円のっていうことですね。なるほどなるほど。さあ、白井が、いやー、ブスちゃんが、ブスちゃんが言ってるぞこれ。あー、刺さんないや。1-2?1-2-3 か1-3-2になりそう。うわ、こうなると平田さんが132になると平田さん当たりますよね。いやー、132になるよこれもう。おおお、132、7000円勝ってますよね。はい、132で決まりました。もう一回出してください。的中おめでとうございます。よっしゃ、もう一回見せて
ください。やった、嬉しい。ちょっとボード見せてもらっていいですか。これこれ、うん、そうそうそう、7000円入ってますね。あ、レース番号はあれですけども7000円きっちり入ってますんで、はい、いやー、おめでとうございます。素晴らしい、やりました。すごい男前な勝ち方でしたね、最後ウィナーこんなとこで固まるって今は動いてますけどね、うん、これは文句なしですね。いや、文句なしですね。素晴らしかったです。すごい、うん、すごい、初めてですよね、ボートレース。やばい、ハマりそうです。お、いいですね。松田さんはいかがでしたか。なんかやっぱりその2年前に琵琶湖ボート場で、はい、経験したあの楽しさっていうのが、うん、こうやってリモートでやっててもやっぱ熱いものありますね。そうですか。うん、なんか会場で見てたあの感じとそんなに実は違わないんだなと思ってすごく興奮しました、うんうんうん、めちゃくちゃ楽しいなと思いましたね、うんうん、それでは、はい、皆さんまたお会いしましょう。はい、さよなら。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。ありがとうございました。